新年明けましておめでとうございまーす。どうも皆様こんにちは、おじチャンネルです。本日もご視聴ありがとうございます。私は30代フリーター、ただいまリゾートバイトで長崎県にお邪魔しております。そんな私の日常をお送りしているチャンネルでございます。ちょっとでもいいなと思ってくださった方はチャンネル登録や高評価、低評価、辛辣なご意見、コメント、質問、何でもお待ちしております。ということで今日なんですけれども、今日新年1月2日エヴァが打ちたい、エヴァが打ちたい、エヴァが打ちたい、でも行かない、でも行かない、でも行かない。私は今日スーパーに買い出しに出かけました。出かけた時、はあ、パチンコに行きたい、そう思ってしまいました。最近はゲーム配信が楽しくてあまり遠くに車で出かけることはなかったんですが、今日は久しぶりに行きたい場所があってスーパーへ買い物に出かけました。車で出かけるとスーパーの近くにもパチンコ店があります。エヴァンゲリオンが打ちたい、その気持ちがありました。お仕事が休みということで時間もある、給料が入ったばかりなのでお金もある、そんな中でエヴァが打ちたい、そういう気持ちが芽生えてしまいました。しかし私は先日の動画で2022年パチンコギャンブルを一度もしないと誓ったばかりです。パチンコを打ちたい自分、そして2022年ギャンブルを一度もしないと誓った自分、戦いました。戦った結果勝利、よっしゃー、よっしゃー、よっしゃ。ということで今寮の駐車場に帰ってきています。もちろんパチンコ店には行っていません。偉いぞ自分と簡単には喜べないなって思っています。もちろん今日パチンコ店に足を踏み入れなかったこと、それは素晴らしいことです。その一歩一歩が2022年一度もギャンブルをしないということを作っていくと思うので素晴らしいことだとは思います。でもそれと同時に、ああまだ自分には打ちたい、打ちたいと思う自分がいるんだなと思いました。最近は車で出かけていなかった、なのでパチンコを打ちに行きたいなっていう気持ちよりもゲーム配信をしたいなっていう気持ちが強かったんです。これからもずっと引きこもっているわけにはいきません。たまには外に出たりとか違う目的で出かけたりとかすることもあると思います。その度にパチンコ店に行きたいなって思う自分がいるんだろうなっていうふうに思うんです。今日は踏みとどまれました。でもこれからどうなるかはわからない。でもわからないじゃなくて行かないと、その現実を作っていけるように頑張っていきます。いやーパチンコね、したいって思ってる自分は薄まってるんじゃないか、弱まってるんじゃないかなって思っていたんですけれども、ふとそのように外に出るきっかけがあったりとかするとまたふつふつと出てきてしまうんだなって実感しました。本当に怖い。誓うだけで行かなくなるなんてことはないんですけど、このように思ったこと、起こったことを動画にしてそれを発信し続けることで自分一人ではないんだっていうことを実感しながら頑張っていきます。なのでもし私と同じようにギャンブル依存症、したくないことをしている、そのような自分を嫌いになっている、そのような方がいたらお互いに頑張っていきましょう。現実は変えられます。それはまず小さな一歩から一日一日コツコツと変えていくんです。それが未来の自分、今日の自分を変えていくんだと思います。頑張りましょうね。はい、ということで今日は新年1月2日から幸先のいい1日を過ごせた、まあ、その1日が未来を作っていくというお話をさせていただきました。ということで今日もご視聴本当にありがとうございました。皆様も1日お疲れ様でした。明日も良い1日を。じゃあね。